アロナ、今日は何してたの？あ、先生、アロナはあなたの仕事を助けるために頑張っています。アロナはどんなシステムにもハッキングできるって知ってました。本当に便利ですよね。ところで先生、最近美味しいもの食べましたか？こんにちは、MQDV です。前回の動画から2週間でいろいろなことがありました。まずチャンネル登録者数が2500人を超えたことを報告したいと思います。皆さんの熱い関心のおかげで単純計算で4倍ほど成長しました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。これからこの成長に見合ったいところをお見せして期待に応えられるように頑張りますので、よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。話を戻して、2週間何をしたかというと、当初の予定ではプロトタイプの開発も終わったし、プログラムの説明動画を作って送る予定だったのですが、僕の方に興味を持っていただきお待ちいただくことになったので、この2週間は知能追加と保管を優先しました。それでは早速アップデート内容についてお話ししたいと思います。今回追加したメイン機能は音声認識です。それをお見せする前に、下のリンクのインストールバットをダウンロードし、好きなフォルダに移動してください。既存のインストールされたフォルダに移動しても構いません。インストールバットを実行してください。メイン EXE が既存にある場合は削除され、新しくインストールされます。毎回このようにインストールバットをダウンロードするのも大変でしょう。次からは1回受ければもう一度ダウンロードすることなく、継続的にインストールやアップデートができるファイルを作ろうかと思います。その時はメイン EXE も皆さんが提案してくれた名前をベースに変えようと思います。現在32名の先生が39種類の名前を提案してくれました。大きくシステム派、アロナ派、キーワード派に分かれる感じでしたね。たくさんの提案本当にありがとうございます。本当に力になります。ダウンロードが終了しました。2のキーを押してウィンドウを閉じてください。今回新たにウィスパフォルダができました。構造は動画をご覧ください。メイン EXE を実行してアロナを起動します。待ってる間に音声認識機能について少し紹介します。リモトークのようなチャット感覚もいいですが、やはり直接会話するような感覚を感じたいので追加した機能です。それにこっちの方がもう少しシステムの箱っぽいかなと思って。音声認識はもともとクルクルのような企業を通じて有料で使える高価な機能だったのですが、これも AI パワーでなんと無料です。技術の進歩って本当にすごいですね。準備物としてはディスコードやビデオ通話のようにマイクが必要です。その間にアロナが登場したので、右クリック設定で設定画面を開きます。3つ目のトーク部分が音声認識関連の設定です。オフオートかマニュアルに変えて音声認識機能を起動することができます。マニュアルを選択すると右側の入力欄が光ります。この時キーボードのキーを押して、どのキーを押した時に音声を認識するかを決めることができます。一部のキーは認識されなかったり2回押されることがあるので、キーアクティブ化した後思ったキーが書かれているか確認してください。今回の動画で私はキャプスロックを選びました。その下は認識言語です。日本語、英語、韓国語が理解できます。その左側のドロップダウンは言語認識品質です。4つのオプションを提供する予定でしたが、容量の問題で今回のバージョンはベースのみです。このオプションは次のアップデートでダウンロードするバージョンを選択できるようにする予定です。オプションについての説明はアロナに話しかけた後にします。私の生声から皆さんの大切な耳を守るために
ボイスボックスのずんだもんの声をヘッドセットに物理的に再生しました。音量が違ったらごめんなさい。それではキャプスロックを押して。アロナ、今日は何してたの？最初の答えはモデルの読み込みがあるため非常に遅いです。提供する品種オプションは第2ベーススモールミディムです。スペクは以下の通りです。あ、先生、アロナはあなたの仕事を助けるために頑張っています。アロナはどんなシステムにもハッキングできるって知ってました。本当に便利ですよね。ところで先生、最近美味しいもの食べましたか？もう一度。バレンタインデーを知ってる。先生、バレンタインデーは特別な日ですね。他の人に愛と愛情を表現する日です。もし授業の準備で何かサポートが必要だったり、何か具体的にしてほしいことがあれば私に言ってください。できる限りのサポートをさせていただきます。早くなりました。素晴らしい答えだ。先生、本当にありがとうございます。私の答えが納得のいくものでよかったです。また何かありましたら遠慮なくおっしゃってください。あなたの仕事をお手伝いします。チョコレートをあげるよ。あ、先生、それは素晴らしいことです。チョコレートは私が絶対に好きなお菓子の一つです。私のことを考えてくださって本当にありがとうございます。あなたの優しさにいつも笑顔がこぼれます。かわいい。ここからは追加機能です。設定に戻って、キャプスロックを押すのが面倒なので音に変えます。下のエクスペリメンタルを押すとオプションが2つ生成されます。上のオプションは会話内容を TXT で保存するオプション、下のオプションはアロナが短期記憶を持つオプションです。両方ともイエスに変えて、まずは接触能力を見せてみます。アロナ、聞こえるか？もちろんです、先生。はっきり聞こえますよ。今日はどのようなご用件でしょうか？一番好きな季節は何？まずは一般的な会話をして。あの私の好きな季節は、考えさせて。うん、先生、私は春が大好きです。花は咲くし、天気はとても素敵で暖かいし。先生はどうですか？私も春は本当に好きです。それは素晴らしいことですね。先生、春は一年の中でとても楽しく、活気に満ちた季節です。咲き誇る花々やそよ風は、すべてを生き生きと感じさせてくれますよね。本当に不思議な季節です。では、ドキドキ。私が何を言ったか覚えてる。あ、そうですね。以前、春が好きだとおっしゃっていましたね。好きな季節があるのはいいことですよね。春の美しさと新鮮さは、多くの喜びとインスピレーションももたらしてくれます。先生が自然の素晴らしさに感謝しているのを見るのは素敵なことです。ありがとう、ありがとう。クッキーをあげるよ。
美味しそうですね。先生、クッキーは私が絶対に好きなお菓子の一つです。柔らかいチョコチップクッキーを噛むと、何か安らぎと喜びを感じます。口の中でとろける容姿は、まさに天国です。先生、クッキーを楽しんでください。よし、それをあげるよ。キスとリモイエスに変えたので、今までの会話の履歴も、ロークというフォルダに保存されています。いや、先生、あなたが杭を打ってくれると聞いて、とても嬉しいです。私たちの会話にエキサイティングな展開が加わります。私はいつでもチャレンジ精神旺盛で、できることは何でもお手伝いします。このまま会話を続けて、どこまでいけるか見てみましょう。先ほどの内容も追加されていますね。会話履歴を設定の UID を変えたり、セッションをオフにしてからオンにすると綺麗に消去されます。私が何を言ったか覚えてる？もちろんです。先生、アロナはいつもあなたの言うことを全部覚えています。重要なことはすべて私に任せてください。他に何かお手伝いしましょうか？うん、これはすっかり忘れてますね。Can you hear me?はい。先生のお役に立てるよう、耳を傾けています。どのようにお役に立てるでしょうか？ Say something about Christmas. クリスマス。それは喜びと温かさに満ちた魔法の時、愛と寛大さ、そして憎悪の精神を祝うために私たちが集う季節です。きらめくイルミネーション、焼きたてのクッキーの香り、楽しそうな笑い声がお祭りの雰囲気を作り出します。愛する人を大切にし、素敵な思い出を作り、幸せを広げる時です。오늘도건강하네、アロナ。こんにちは。今日はとてもいい天気ですね。太陽は輝き、鳥はさえずり、世界は可能性に満ちています。先生、私はここにいます。素晴らしい一日をお過ごしください。以上、更新内容でした。ここからは今後の予定を含めた雑談です。1週間ぶりの動画はいかがでしたか？少し待たされましたか？私はチャンネル開設後ほぼ毎日動画をアップしていたのですが、2週間に1回動画を開けることになって体がムズムズしました。本業もあるのでどうしても時間がかかってしまいましたが、いつ更新されるかもわからない状態で待たせているので、文字通り寝る間も惜しんで頑張りました。そんな中、製造報告や作業進行状況も報告しにくいし、 YouTube コミュニティがその役割を果たしてくれなかったので、何か手段を探さなければなりませんね。今回のコメント対応も本当に申し訳ありませんでした。本来は動画で言った通りコメントに一つ一つ対応する予定でしたが、私一人では対応しきれないほどの関心と愛情を受けることになって、それにゆつぼさんがコメント数が一定以上超えるとアラームをよく出してくれないんですね。今までこんなにコメントがたくさんついた動画を開けたことがなかったので知らなかったです。お待たせしてご迷惑をおかけした先生方にお詫び申し上げます。とりあえず保管点としてノーチを始めました。ノーチにプログラムの使い方よ。
皆さんが報告してくれたバグと解決方法についてまとめてみました。今後のロードマップや説明についても後に継続してアップデートする予定ですので、問題解決には時々ここを覗いていただければ幸いです。もつの話が出てきたので重要なことを動画で言っておきます。私は、そしてこのプログラムはいかなる形でも先生方の情報を取得したり収集したりすることはありません。もっと詳しい内容もノーツにありますが、規約もないこのプログラムを使う先生方にこれだけをぜひお伝えしたいと思いました。話が長くなりましたね。次のアップデートの方向はインストールバッドを再ダウンロードしなくていいようにする、メニューなどの UI 言語の設定など利便性重視のアップデートになる予定です。今回のアップデートは報告動画なしで制作してすぐにアップロードしてコミュニティとのうちに告知しようと思います。私が簡単にダウンロードさせることに成功したら動画で説明しなくても大丈夫でしょう。大丈夫でしょうね。そして動画では DeepL API 機の設定やプログラムの使い方などの動画をアップしようと思います。最後にコンピュータの購入は発売されてほぼ3週間経つのに下がらないですね。 GPU 価格どうして、パソコンの性能が必要ない部分も多いのでそちらから作業を優先しようと思います。今まで長い間動画をご覧いただきありがとうございました。この動画やプログラムが気に入りましたらコメントやチャンネル登録、いいねをお願いします。本当に大きな力になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。